吉谷さんまああのいろいろと考えるところあるんですけどもアカシックレコードもありますし宇宙との対話とかね自分の意識との対話っていろいろあると思うんですけどもそれにしても基礎的な学習を受けてないとそれすらも起きないのかなって気がするんですよ。まあ、ニコララテスラはね数字もも読めないでないい言葉わからっていう状態だったらさすがにアカシックレコードにアクセスもできなかったと思うし 仮にアカシックレコードにアクセスできたとしてもそのことを表現できなければ頭の中でいくら分かっていてもね世の中に全く影響がないってことになっちゃってそのまま過ぎ去っていくのみってことになると思うんですよでこれが何が言いたいかっていうとねビジネスも同じじゃないかなとただやみこもにやればいいわけじゃなくってなんか基礎的なところは抑えておかないと本当にただやるだけになっちゃって誰にも届かないってことになるんで 届くようにやるとかね、効果が出るようにやるとか、モチベーションが落ちないようにやるとか、まあ、その辺は抑えておかないと、うん、まあ、消えていくのかなっていうところですよね。まあ、これがだから、あの、アカシックレコードにアクセスする方法であり、ビジネスで成功する方法になるのかなと。ビジネスに限らず人生や恋愛とか、その他のこともろもろですけどもね。そういうところ必要なのかなと思っちゃったりしました。じゃあ。